はい。えー、無駄に 4K でお届けしていきたいと思います。<laughs> まあ iPhone でも良かったんですけど、まあこれ1回しか撮んないんで、1回です。1発です。で、何の動画かっていうと、えー、っと、お知らせですね。えー、3月2日。3月2日に僕あの、セミナー久しぶりにします。で、えー、3月2日、平日月曜日、12時からです。松戸でやります。はい。で、どんなセミナーをやるかっていうと、えー、っと、 ブログ資産構築セミナーですね。ブログ資産構築セミナー。はい。まあ、実際にあの、リクエストいただいて、で、そのお客さんがブログをやってるんですね、今。で、僕自身も、えっ、ー、と、2020年からブログ毎日書いてます。で、まあ、ブログの書き方とか、ブログで、まあ、ブログの書き方ですよね。 書き方とブログからどう収益上げるのかブログからどうやってリストを取っていくのかブログを使ってどうファン化していくのかとかまあそのブログ全般のお話ですね。はい、で特に僕が教えたいブログ資産構築セミナーっていうのがなぜ今回ブログ資産っていうふうなこの資産をつけたのかっていうとその単発的なその例えば ブログアフリエイトで単発的に例えばアクセスを集めてってえなんだトレンドブログですよねまあ今もトレンドブログ有効だと思いますなぜならばアクセス集めて広告収入だけで稼ぐっていう方法ですからアクセスが集まりやすいものっていうのはキーワード的にトレンドトレンドキーワードっていうのがアクセス集まりやすいじゃないですかだからブログの広告収入だけで飯を食う飯を食うというかね、えー、まあ稼いでいくんであるならば トレンドっていうのは非常にいいものだと思います。てかこれからもずっとあると思います。ただ昔と違ってトレンドブログもねしっかりとした内容ですよね。書けないと多分難しいと思います。で僕がこのブログ資産構築セミナーでお伝えしたいのはブログを使ってどういう資産を形成するのかっていうとこです。でその資産っていうのが何かっていうとお金の前段階のお客さんです。 見てくれてる読者です。うん。見てくれてる読者。で、この読者、結局、まあ僕の場合は、えっ、ー、と、コンテンツ販売してます。で、リストマーケティング、リストを獲得してみたいな話なんですけども、えー、それをメインに教えてるわけですよ。だからもちろん今、広告収入、まあ、アドセンスも入れてますけれども、まあ、最終的にアドセンス外しそうと思ってるんで、最終的にはね、一番もう、あの、僕が別に広告のお金、 一円もいらない状態になったら、一円すら別に広告からの収入いらないってなった場合は全部外してもいいんですよ。で、今は一円でも取りに行ってるので、広告は入れてますけれども、えー、僕の場合はお客さんに商品を売るというところなんで、お客さんが結局ファンになって、だからそのファンの数イコール資産みたいな感じですね。僕を信用してくれてる人の数イコール資産。まあ資産って、こんね、なんだ、人間、お客さんを資産 っていいうううに言うと失礼かもしれななでですすけど実際そうなんですよ誰が僕にお金払ってくれるのかっていうとお客さんなんですよつまり僕にとってお客さんっていうのは大切な資産っていう言葉で言うと失礼かもしれないですけども事実ですでさらに言うとですよあのまあ普通に生きてたらどっかで絶対働かないといけないですよまあもちろんその紐という。うん なんかその裏技もあるひも生活という裏技もあるかもしれないですけど収入が多い少ない関係なくみんな必ず働いて給料をもらってるわけですよだから自分にお金がなかったとしてもお客さんにはお金があるわけですよだって毎月給料入ってるわけじゃないですかでそれが多い少ない関係なくですよねだ僕の結構思考の中で 自分の貯金通帳がゼロだったとしても、1億何千人のお客さんが、まあ、家庭したとして、そこには、そこに銀行にはお金入ってるんですよ。あります。<laughs> で、全員がフリーランサーじゃないんですよ。じゃあ全員がフリーランサーじゃない。割合的に言うと、じゃあ7割ぐらいかな。多分7割、8割は全員なんか職についてるはずなんですよ。アルバイトな,アルバイトなのか、 えー、正社員なのか、派遣社員なのか。じゃあ、それが8割ぐらいいるとするじゃないですか。多分いると思うんですけど。じゃあ、その8割っていうのは、必ず会社から金入ってるんですよ。必ずです。まあ、もう、例外はあるかもしれないですよ。なんか、潰れそうで、給料払わない、未納っていう例外はあるかもしれないですけど、セブンイレブンで働いて、給料未払いとかあんまないと思うんですよ。ないですよね。あんまないですよね。多分。うん。だから、まあ、一定のお金は入ってると。じゃあ、そのお金を、 いつでも引き出せる。もしくは、そのお金をこっちにこの移行してもらえるっていう状態を作れれば、自分にお金がなかったとしても、いくらでもお金がある状態なんですよ。ゼロだけど、なんやろうな、ゼロだけど1億みたいな。わかります <laughs> これの典型的な事例を言うならば、西野さんですね。 キングコングの西野さんっていうのは、まさにこれが、典型的な事例だと思うんですけど、僕ね、びっくりした、びっくりしたというか、あ、こんなこともやってんだっていうのが、この前ね、僕、すごいなと思ったのが、なんかその、北海道だったかな。なんか北海道がどっかで飲むと。で、俺と飲みたい人。西,俺西野と一緒に差し、刺していうかね、あの、まあ、少ない人数確か募集枠が20名の。 だったんで、すけど一緒に飲みたい人いるみたたいいい人るなで20名で参加費4万なんですよ。ですぐ埋まるっていうね。これすごくないですか <laughs> 一緒に飲むっていうとこで4万払う人が20人いるんですよ。ですぐ埋まるんですよ。すごくないですかこれ。だから自分に、だから飲み代がなかったとします。んかこれ、何てう、まあ西野さんは飲み代があ,り、まあると思いますけど、飲み代がなかったとしても。 仮に飲み台がなかったとしても、4万円、だから4万かける20人だから80万ですよ。<laughs> 80万入ってくるわけですよ。もちろんあ、西野さんはその場所のセッティングとか、なんかいろいろそこにお金、多分経費、経費とかね、まあ、タダで飲めるわけではないですから、そこからまあ、結構そっちのお店にバックはあると思いますけれども、だから自分に金がなくても飯飲めるわけですよ。すごくないですかこれ。<laughs> これすごいですよね。 だからクラウドファンディングとかもそうで、自分にお金がなくてもお金集められるわけじゃないですか。じゃあそれなんで集められるのかっていうと、そこに信用、信頼があったりとか、なんだ、ビジョンとかなんかまあ、いろいろなまあ要素はあったりとかするんですけど、お金がなくてもお金集められるわけじゃないですか。ですよね。だから、自分に今お金があるとか関係ないですよ。だから、ブログっていう媒体を通して、ファンを構築して、で、お金を払ってもらえる。 お客さんを作っていくとじゃあそれはどういうふうに作っていけばいいのかっていう僕の、えー、テクニックだったり思考だったりとか、まあ、ありとあらゆる話をしようかなと。であとはよくそのブログ書けないっていう人いると思うんですけど僕毎日書いてるんですね。であの2020年からなんか人生変えたいと思ってね何か始めた人いると思うんですけど多分ですよ。多分2020年の元旦から 今、えー、これ収録してるのが、えー、2020年2月17日なんですけれどもじゃあ、えー、2020年1月1日から、えー、2月17日まで毎日継続してブログを書い,た人書いてる人って多分少ないんですよ。で、これずっと続ければどんどん少なくなってくるんで、まあ、結論、継続して毎日ですよ。本当に毎日、日々、トゥードゥでブログの記事を書ける人って少ないんですよ。 でなんで少ないかっていうとまず僕もいろんなお客さんからね頂い,いてますけどネタがない書き方が分かんないここなんですよもう本当にここですネタがない何書いていいか分かんない書き方分かりませんみたいなだからここ分かんないから書けないみたいな,なんですよだから書き方を教えますでこの書き方を覚えれば毎日書けますでもうん毎日書けるんだけど書こうとする気がないんだったら書けないですよ じゃあ、それをセミナーでは、どうやったらテクニックがある。じゃあ、このテクニックを毎日使うためにはどうすればいいのかっていうマインド思考、テクニカル的な部分と、このテクニックをどういう思考のもと、どういうマインドのもとにこのテクニックを使っていくのか、駆使して使って、日々継続して資産を構築していくのかっていう話をします。だから、両方話します。で、僕もこの、 なんだ毎日こう続けるためのいろんな、うんまあ、言ってる部分もあれば言ってない部分もあります。実は。毎日こう継続する上で言ってる部分もあれば言ってない部分もあります。はい。だからその言ってない部分もセミナーでお話しますし、全部お話します。はい。で、よくその顔出しできませんとか、うーなや、喋るのが苦手ですってなった場合、ブログしかなく、しか、しかないっていうのはちょっと、 うん言葉足らずかもしれないですけども、資産という、インターネット上に資産を作るという、えー、視点で見た場合、僕はブログかなと思うんですね。ブログ。だってウェブ検索がブログ出てくるわけじゃないですか。だから Google ググとか Yahoo のデフォルトの検索が動画になったら別かもしれないですよ。ありえます で、なんか検索したら全部動画しか出てこないっていう状況になり得ると思います。検索したら絶対活字、ブログ、サイトが出てくるんですよ。で、これが5年後、10年後、20年後、検索したら全部動画しか出てこないっていうものにはならないと思うんですよ。5G になったとして動画の時代って言われたとしても、絶対ここのウェブ検索のブログがサイトが出てくるっていうこの基礎は多分変わらないと僕は思います。ただ時代が変わって全部動画になるかもしれないですよ。 でもそれは非常に僕は考えづらいかなと思います。ということは、ということは自分が寝てても遊んでても、ウェブで検索窓に検索する人っていうのはご、もうめちゃくちゃいるわけじゃないですか。じゃ検索します。自分のサイトが出てきます。じゃ勝手にアクセス来るじゃないですか。寝てても遊んでても。で、これも資産ですよね。だから、僕が提唱しているのは、ネット上で資産を作るってなった場合、えー、そのウェブからの流動です。 日々24時間検索されてます。で、このウェブからの流動がどれだけあるのかっていうところ、今 YouTube は一番すげえトラフィック来てます。で、24時間好きな動画見たいから YouTube の検索窓で検索するし、えー、Google でウェブ検索した時動画もピッて出てきたり今するので、ね、ちょっとね、はい、動画によっては検索キーワードに、検索キーワードによってはウェブ検索、えー、ウェブページ検索しても動画出てくる場合あるわけですよ。 だから、動画は資産に確実になるし、で、えー、なんだ、ブログに関しては先ほど言った通り、ウェブサイトの検索がデフォルトですから、だからこの2教頭ですよね。この2教頭があ、僕は資産を構築する上で、絶対的にやった方がいいかなと。だから僕は2020年、今まで動画めっちゃやったわけですよ。少なくても、今から僕の動画本数を超えるアップロードをコピペでも難しいと思います。 どっかから違法に動画を持ってきて1万3000本アップロード1人でするだけでも大変だと思います。だから結構僕の本数を超える人って今からは難しいと思うんですよ。だからまあまあやったかなっていう。まあ僕100万本目指してるんで100万本までいったら多分誰も超えられないですよ。多分一般個人がそれ1人でですよ。1人で100万本までもしアップしたとするならば絶対勝てないですよ。まあこれ組織ぐるみでやられたら無理ですけどね。うん。 で、実際に僕が本数アップロードしたことによって実際資産家になってます。まあその話もしてもいいですけど、まあ今回ブログなんで。で、まあブログに関しても、えー、あ,あ、そうそう、動画をこれだけやったから2020年はブログをやろうと。で、よく熟成さんでこの前もあったんですけど、いやステップメール作ってるとかね、あのー、そのなんだ、LP 作ってるとか。まあそれも悪くはないんですけど、ウェブからの流動がないんですよ。 ステップメールって。僕もステップメール10万通ぐらい書いてます。過去に。マジで10万通はマジで書いてますからね。こう持ってないです。まあ動画の本数見てくれればわかると思いますけど、僕10年以上ゴーストライターで書いてたんで、本当に多分10万通以上書いてます。ステップメールに関しては。昔は動画なかったですから、ステップメールで売っていくっていうのが、うん、ベターだったんですよ。ベターっていうか当たり前ですね。だからもうメール1日なんだ ?20 通とか書いてましたから。 うん。<laughs> それ10年ぐらいやってましたね。10年以上か。多分10万通ぐらい書いてると思います。だけど、そこまでステップメールとかメールをめちゃめちゃ書いてきたのにもかかわらず、ステップメールを一個も作ってない理由があるんですよ。それは結局、ステップメールを発動させるためには、ここの入り口が必要なんですよ。入り口のメディア。広告をかけ、広告運用だったら別ですよ。広告運用はちょっと置いときます。ただ、無料で行くんだったら、 無料というかメディアでその入り口のところで話すんだったらこの入り口があってこの入り口をフィルター通してクリックして LP 登録ステップメールなんですよということはこの入り口のメディアがなければそもそもステップメール発動しないのでえそうじゃないですかだからあ順番としてはですよ じゅ、僕の提唱する順番としては、圧倒的なメディアを作って、安定的なトラフィックを集めた上で、その後、リストにも、こう、変えていくっていうのが僕の、まあ、ゴールデンルールというか、まあ、ベーターかなと思いますね。結構やっぱ、その、ステップメールから入ったりとか、LP 作ったりとか、この前本当に直近だったんですけど、カラフル使ってね、あの、LP 作ってますと。うん、でも、その、 どんだけすごい LP 作ったとしても、どんだけすごいステップメール作ったとしても、最初の入り口のリスト登録がなかったら発動しないわけじゃないですか。じゃあ何が大事なのって話で、もうしブログとか YouTube だったりとか、その資産になるメディアが大事なんじゃないかなって僕は思います。広告運用は別ですよ。別にメディアなくても広告かければ、えー、LP が出て、 ね。で、登録みたいな話なんで、広告運用に関しては LP のコンバージョン。そしてステップメールの制約率。まあ、これをもう突き詰める。あとは広告のどこに露出するのかっていうとこを突き詰めていく。だからそういうパそういうやり方もあります。ただし僕はここをやらない理由は、教えてるお客さんが広告費がないからです。なんでここをやらないかっていうと、お客さんが、教えてるお客さんが広告費、例えば毎月100万円の広告費ありませんよね。 一、えー、日5万の Facebook 広告予算作れますか一日10万の広告予算作れますか作れないですよ。だからここは僕やらないです。無料で僕が行き切って、ね。まあ WordPress やってるんで WordPress の場合は無料、全部無料ではないですよ。WordPress の場合は、ドメインが僕 .com、よしシーにドットコムは、えー、1年で1300円くらい。で、X サーバーが千円、毎月1000円のやつなんで、えー、まあ年間コストが1万、 えー、3,800円。13,500円ぐらいかな。ぐらいコストはかかりますけど、それで資産を作れるわけですよ。で、しかも YouTube と違って YouTuber を僕アカウントバンされたことがありますけれども、アカウントバンされて今1万3000本ですから。で、赤版された YouTube チャンネルは2、3000本、2、2000本ぐらいかな。アップしてたと思います。で、それ赤版くらってから今1万3000本ですから。で、この R34 マガジンも赤版くらうかもしれないです。わかんないです、これは。 だけど、ブログは赤版ないっす。だって、ドメイン取って X サーバー契約してるんで、赤版ないっす、絶対。まあ、その、なんか、記事の内容がね、なんか、違法な記事とか書いてたら、ポルノとかね、なんか、そのサーバーの、なんや、あの、なんか、まあそ、そういう記事書いてなかったら大丈夫っす。普通に返せれば。アカウント版なんかないっすよ。うん。でも、YouTube に関しては、まあ、ルール変更もどんどんあるし、まあ、今後どうなるかわかんないっす。だお金系とか、そういうのはダメってなる可能性もありますよね。 今、そのフリーランサーだったりとか、自立して自分で一人で稼ぐっていうジャンルが伸びてます。だから、池早さんとか、学さんとか、あと、翔さんとかね、えーあの、伸びてます。そういうの。あの、一人で稼いであと、女性の方も出てきましたけどね、結構いっぱい。女性のブロガーの人とかも出てきたりとか、結構その自分で稼ぐ、一人で稼いでいくためにどうすればいいのかっていう、その学び直しですね。お金に対して。それが綺麗な感じで YouTube でまたバズってるんですよ。 だけど、お金に関することはダメですっていう風になったら、これまたは、ルール変わったらまたわかんないし、えー、僕のアカウントもバンされるかもわかんないし、でもブログはそれがないです。まあこれは実際僕が2020年からもうずっと積み上げようと思ったのは、この保険でもあるわけですよ。保険。圧倒的な保険ですね。うん。YouTube はどうなるかわからないけど、ブログはいかにようにもできるってことです。しかも、これ知ってる方は知ってるかもしれないですけど、ドメインをね、 毎年更新して、ドメインの信用度っていうのもあるんですよ。だからドメインを例えば5年継続しました、ドメインを10年継続しました、ドメインを15年継続しました、ドメインを30年継続しましたってなったら、そのドメインにパワーがつくわけですよ、信用も。だからこれ継続していくことによって、どんどん信用も溜まっていくわけですよ。わかりますだから、 僕、まだ、ドメイン、まだ3年ぐらいの更新なんで、そんなに信用全然ないですけど、まあ、だいたいその10年とか15年ぐらいなのかな、上位のドメインは、あ信用等に関しては。だから、まあ、多分僕やると思うんで。だから、まあ、なんだ、60歳ぐらいまで、だから、ドリームアカデミア、僕が引退するのが60なんで、60までは毎日書こうかなと思ってるんで。うん。多分、60まで毎日書くじゃないですか。多分、60まで毎日、今、僕、あの、 37歳なんで、23年間、あと23年間ブログ毎日書いたとしてドメイン更新してったら、多分、ある程度、しかも僕文字、あのね、これもデータ、まあ、来た人にはデータをお見せしますけど、その、滞在時間ですよね。僕の基本的にファンの人が読んでるっていうところもあるので、その、滞在時間というか視聴維持率、視聴維持率ブログのやつが、多分80%ぐらいなんですよ。でもこれがトレンドブログだっ とかだと、多分視聴維持率というか見てるこの維持率ですよね。多分それは80%はいかないと思います。じゃあ Google さんどこ見てるのかっていうと、そのすぐ離脱するページって評価に値しないとか評価しづらいですよね。わかります <laughs> あ、このサイトなんかん、すぐお客さん離脱するぞみたいな。じゃあ内容ダメなんじゃないかみたいになるじゃないですか。だから僕はあえて読み込むような。でもこれはね、まあ、 セミナーでもお話しますけど僕のファンの人じゃないと読み込まないんですよ。だから何、まあそれもいろんな戦略があるんですけどあの、書き方の戦略が。まあそれはブログセミナーでお話します。そう。だから一般的な僕を全く知らない人のブログじゃないんですよ、あれは。実は。もちろんウェブ検索を えこう最終的にはこうウェブからの流動っていうのもあるんですけど、今の段階では、そのファンブログみたいな感じなんですよ。そう。で、その発展系だったり、その後の僕の戦略だったりとか、まあいろいろとブログセミナーでお話し,します。多分なんか、他のそのブログアフリエートで稼ぐよというようなセミナーとはちょっと、うん、違うフレームでお話ができると思います。うん。で、あとは、あのー、 広告に頼っていると、うーん、僕は良くないと思います。だって広告ってそもそも例えばですよ。まあ YouTube もそうですけど、この YouTube の流れでも、そのエンドロールの動画がね、もうダメだってなって広告外されたわけですよ。だから広告に頼ってるとゼロですよ。なんかあった場合。だから本当はエンドロール動画で稼げてたけども、広告外されてゼロなんですよ。 でもこれをしっかりとリスト化してリストを獲得してマーケティングしとけばお客さんが全員死ぬってことありえます明日お客さんが例えばそのブログ経由から100人のリスト登録がありましたその100人のリストが明日全員死ぬってことはありえますかもしこれがありえるとするならばあー地球が破滅してるか日本に何が起こってるかって話ですよねうんだからこれをもう本当に資産とするならば僕はしっかりとそのブログを 資産する。どういうことかっていうと、リストを取って、で、そこから、えーまあ、ステップメール構築するなりとかね、リストマーケティングするなりとか、そういうことをやるべきだと思うんですよ。であとは、そのお、えー、取れたリスト、お客さんに対してしっかり物が売れる、もしくはアフリエトがで物を売れるっていう状態を作るってことですね。うん。だこれはね、本当にやるべきですし、やってないと、うーん、ビジネス安定しないと思いますよ。うん。 だから本当はブログアフリエイトだけで稼ぐってなった場合は別に否定してるわけじゃないですけども広告主次第ですし Google 次第なんでダメってなった場合はもうゼロです。うん。あと検索の検索のアップデートですよね。まあ超すみません。超古いですけどペンギンアップデートみたいななんかいろんなアップデートあるわけですよ。SEO のそのなんかアップデート。で、ブログアフリエイトやられてる方はこのアップデートについていけないんですよ。 だから今まである程度検索上位だったけど、アップデートして県外みたいな。わかりますサイト結構作ってたけど、えー、ま収入ま、入ってたけど、検索のアップデートによって県外になって、もう種にほぼ微々たるものっていうか、もうゼロみたいな。これにブログアフリエイトをやってる人は苦しめられてるわけですよ。でもそれがな,なくなります。だからそのリストを獲得してっていう、そのことをやっていればね。うん。 ということで、じゃあそのセミナーの案内はどこでするのかっていうと、LINE アッですね。はい。LINE アッでしますので、えー、しっかりと僕のリストに登録されろということでございます。<laughs> ま、この YouTube の下に LINE 入れときますので、えー、また、えー、なんだ、いつ、いつかな。まあ、ちょいちょい案内していきます。まあ、3月2日なんで、まだ結構時間ありますからね、10日以上。10日以上時間あるんで。 ただ、ま、平日のお昼なんで、まあ、来れる方は限定されると思います。で、あ、そうそうそう。で、参加費は2万円です。参加費2万円です。で、去年まで1万円でやってたんですけど、今年から参加費2万、セミナーは参加費2万円にします。で、多分来年は3万円。まあ、5万、セミナーは5万円ぐらいまでがアッパーかなとは思ってますけど、はい。僕ね、前その1日コンサルを5万円でやってたことがあるんですよ。で、セミナーって、まあ、結論労働じゃないですか。 僕もか、まあお客さんもね、会場まで足運んでいただくっていうのもありますけど、僕も会場、僕はカスタマーサポートとかサポートスタッフいないので、僕が全部、その事務的なこともやるんですよ。会場を抑えて、何人ぐらいのキャパでみたいな、全部それも、細かい事務もやるんですよ。超、クソめんどくさいで, <laughs> でその、壇上に立つというかね、その、こう、人前で喋るっていう、僕人前で喋るの得意じゃないので、はい。まあ、得意じゃないって言って、 でも今は信用されないと思いますけど。だからその自分が労働に値するものに関してはもう特にセミナーも値上げどんどんしてますけど、えー、セミナーも値上げしてきますんで、まあ参加もしづらくなってくるかなと。まあ今現時点でも2万円なんで参加しづらいとは思いますけど、まあ興味があれば、はい、参加してください。でもね、あの、この前の僕、その、 直接、マネーの虎で前出演してきたソフトモンデマンドの高橋がなりさんに会ってきたんですけど、やっぱり、生は全然違いますよ。本当に <laughs>。だから僕ね、あの、まだメッセージ来てないんですけど、その、こう、そのイベント行ったんですよ。で、イベント行って、その日、その日の夜に、高橋がなりさんって今じ、前向き人生相談でワンツーでやってるんですよ。で、そのイベント行った時に僕質問できなかったんで、あの、その日の夜に、もうあの、 申し込みしました1万円の。1万円の。ガナリは1万円だけど、俺2万円みたいなね。<laughs> そ,うそう。1万円払うと、ガナリさんと直接差しでできるみたいなんですけど。ね。そまだ返事来てないですけど、申し込みましたよ、もん。で、なんでかっていうと、生で直接聞くっていうのが、一番学び、うん。よりリアルに学べるっていうのは、本当大事だと思いますし。うん。だからそこに価値を感じないんだったら、まあ、YouTube でいっぱい動画ありますので、 僕以外の動画もたくさんあるから、YouTube の動画見て成功してくださいって話です。だって成功できますよね。その生が必要ないんであだから <laughs> だって今、本当は無料で情報めちゃめちゃ出てますから。出てますよ。ね、大丈夫ですよね。僕がネットビジネス15年ぐらい前ですけど、こんななかったんですよ。こんななかった。今幸せですよ。無料で自宅にいながらこんだけ大量にいろいろ見れるわけですから。 YouTube の動画、情報だけで成功できます。金稼げます。で、それで無理だったら生行くしかなくないですか学び方を変えないと無理じゃないですか同じ学び方でうまくいかないんだったら学び方を変えないと無理だと思います。だから生で直接会って体験するってことですね。情報を聞くんじゃなくて情報を体験として記憶するってことです。もう一度言いますね。これ大事なんで。情報を体験として記憶するってことです。これはめっちゃ大事です。 で多くの人はこれできないんで忘れるし、えー、もう右から左なんですよただ情報を入れてで右から左ですだからみんな会んないですこれ情報を体験にした時に自分の血肉になるんですよでもこれを分かってる人は積極的に会いに行くんですよ僕も会いだってまた会いに行きますからね申し込みましたからね僕がめったにもう今はね僕は 人に会いに行くってことは滅多にしないんですけど、ガナリさんっていう人は少なくても年商100億のソフトボードオンデマンドも作った結果を出した人です。創業者です。だからぶっ飛んでるじゃないですか。年商100億作れます僕ね、当時会社で働いてた時に、大丈夫かこれまだ。もうちょっとだ。当時会社で働いた時に年商100億っていう垂れ幕を作って、そこを目指してた時期もあるんですよ。でも僕は無理でした。でもガナリさんはそれ作ったんですよ。 年100億でだからそこに到達するためには何かあるわけですよいろんなヒントが考え方とかうーだからそのぶっ飛んだ人のぶっ飛んだ人のぶっ飛んだ結果ですよね普通の人じゃ年商100億の会社作れないけど作った理由にはそれは何かあるんですよねだそれを直接聞くことによってよりリアルに体験してその情報が血肉になるわけですよだから僕はもう申し込みましたうん ラッキーっすね。ほんと YouTuber ありがとうなんですけど、まさかあのブラウンカーの向こう側のね、ガナリさんに直接会える機会が出てくるっていうのはね、これほんと今ラッキーっすよ。なんかイベントで聞いたんですけど、なんか、その、なんか逃げる人もいるらしいんですよ、ドャンの人、ビビって。もったいないなぁと思いますけどね。なんでそこでビビるのみたいな。<laughs> それ、行かないことをビビれ、みたいなね。行ってない、自分の、その勇気がないことにビビったほうがいいよ、みたいな。 うん、もうどんどん前のめりで行くべきですよせっかくチャンスがあるんだから、うん、普通じゃ聞けないですよ、うん、だからありがたいですよね今ね、うん、はいということで僕自身もあのねまあ別にねガナリさんに会いに行ってもいいだろうし僕に会いに行ってもいいだろうし自分がこうなりたいなとか思うんだったらもう生で情報を体験として、えー、記憶するってことが大事ですからそれやった方がいいと思います ということで、えー、終わりたいと思います。この YouTube の下に LINE 入れときますので、えー、興味ある方は登録必ずしてください。LINE でしか、えー、ご案内しませんので。はい。では、終わります。ありがとうございます。